さあ、今日は、まあ、ツイッターでも告知しておりましたが、はい、5月の18日、はい、カラオケ95点、アカペラで撮るまで帰れません。始まります。95点。95点です。90点じゃなかった。90点。すごいな、95点。すごいですよ。なので、本当に今日帰れませんので、撮らないと。3時間って言ったじゃないですか。一応3時間、ちょっと先に撮ってますけど、はいはいはい、まあ、私たち言うても、はいはい、バンドというかボーカルやってますので、はい、それは売れるだろうと、はい、というわけで頑張っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。頑張るぞ。えいえい。はい、はい。ルールの説明なんですけど、はい、まず1回音ありで歌ってみて、はい、でそれを次アカペラで歌うというような形でやっていきたいなと、はいはい、なので、アカペラ、まあ、結構ハードル高いじゃないですか、はい、音聞こえなくてリズムも取れない、動かないリズムも、なので最初に1回歌うんですけど、はい、まあ、それで95点取れてなかったらこうどうなんだみたいな、はいはい、とかありますので、それで95点取れてアカペラで95点とかバスそうですね。なんで、まあ、普通の楽曲で普通の音ありで歌って95点取れた場合、はいはい、アカペラだったら90点以上で OK にしましょう。はは、そういうルールでいきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。主人公がもしも僕ならそんな思いさえ君は知らんぷりのまんまで。89.93で惜しかったですね。もうこれでもう条件クリアできません、これで。これからは、きついね、ちょっと出足からちょっときついよ、これ。あ、でもいい。ここは90点。あ、でも90点ないですか。なるほど、なるほど。山口さん、まだメッシュ縛りなんですね。はい、メッシュ縛り。返事の元気がいいです。30周年。ナイス。ミスチル縛り終わりですね。一旦終わり。頼む、ちょっと、あっ、うっせぇ、うっせぇ。
そうだ全然95いかないやばい。これ来たと思いますよ。あらー来るかな。これ来たと思います。ちょっと見てみましょう。変数を変数見てみましょう。はい頼む。エブリシングエブリシング来い。来た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 。あいやいやこれ勝てん。こんな勝てん。あなんでこれでもやらんか答えなんてないけれど君を顔いたかもしれんな。頼む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 。お願い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 あはマジかよ。マジかいやだろこれは。これはきついよ。ちょっともうとりあえず見てみよう。点数を。アカペラチャンスはこれ1曲につき1回限りでしょ。一応。やり直しは聞かないってことでしょ。確かに。はい。どうですか。すげえ。すげえ。
無理だこんな。これは。これは難しいんじゃないですかね。2時間やってやっと1回のチャンス。うん。無理よ。ちょっと頼んだ。これあ、エレファントカシマシの今宵の月のようにです。くだらねえとつぶやいて冷めた面して歩くだろう今宵の月のように。もうあと2点か、ほぼあと2点、はい、いけるいける、はい、次いけるいけるってこれ、はいはい、それでいこう、カモン
頼む頼む頼む、おおおおさっきさきさきさやっ、すげえすごいね、キムズヨンテいいレジュールクリアしました、ほんとにおげーやだーよし、よくないわ、よし、クリアできたけよかった、ほんとにマジでよかった。いやありがとうございます。じゃあそのまま、はい、どうですか今日は一日、はい、意外とね最初どうかなと思ったけど意外と面白かったです。しかもきっちりきっちりね、きっちり3時間で3時間で終わることができましたね。おお、いいよ、もう企画今日大成功でしたね。じゃあもうカレンはやっぱりボーカル2人はアカペラカラオケでも 93.1 を取れるということでございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。